早いな。はーい。ごめんなさい、迷惑だとは思ったんですけど、待ち伏せされるなんて、しおりもうどうしたらいいか、とにかく必死で走ってきたんです。そうなんだ。じゃあもう少ししたら送ってくよ。もうさすがにいなくなったかもしれないし。いや、一人であの部屋にいるの怖いんです。今夜はここに泊めてもらえませんか。それはお願い、しおり殺された。